どうも、こんにちは、こんばんは、白藤優也です。ウィレ2020マスターリーグ続きやっていきたいと思います。本日も皆様、お時間許す限りお付き合いよろしくお願いいたします。ということでですね、本日の、動画はですね、まずなんですけど、ちょっとね、前回の動画と、変わっているところを皆さんに、ご紹介させていただけたらなと思います。まずはリストアップ選手というところをですね、ちょっと増やしました。はい、まずセンターバックの選手、まあ、前回の動画でもですね、センターバックを補強したいというところがございましたので、未所属のこの22歳の選手ですね、総合値71という選手がいたので、まあ、とりあえずこの選手交渉してみようかなと思っております。スキルもですね2つ持ってる選手で、まあ、若い選手ということで今後もね、期待できるのではないかなというところで、まあ、このセンターバックの選手を、ちょっと交渉を進めていこうかなと、現時点で思っております。はい、でセンターバックのですね、一応このベアー選手、今現時点で使ってるスタメンの選手、ベアー選手、アフメド・ホジッチ選手、がスタメンで、控えがこのバシリ選手と、エリクソン選手なんですけど、まあ、年齢がもうね、結構30代、そして29というところで、まあ、結構厳しくなってくるのかなっていうのもあったので、センターバックもう1枚ちょっとね、やっぱ控えとして置いておきたいなというものがありましたので、今回はですね、このセンターバックの選手ですね。はい、未所属の選手になるんですけども、この選手をちょっと交渉やっていきたいと思います。どうしようかな。まあ、給与算が今39万ユーロなので、25万ユーロでいけないかな。契約もそうです。3年で。こんな感じでちょっといきましょう。で、現時点ですね、今、ゴールキーパーをですね、ちょっと交渉しているんですが、この選手ですね、中堅の選手なんですけど、26歳。まあ、万が一中村選手がですね、今、ちょっと他の移籍先も踏まえて考えているというところもありまして、この中堅の選手をですね、ちょっと先に取っておこうかなという気持ちがあったんですが、まあ、現状はまだいいかなというところもあるので、ちょっとね、この選手は一旦保留にしたいと思います。はい、なので、とりあえずセンターバックの選手、取りに行きたいというところがあったので、センターバックの選手をリストアップに、加えさせていただきましたというところですね。あともう一人、このね、阿部選手という、鹿島アントラーズの選手なんですけど、これ個人的になんですが、先日ですね、アメトーク、先日じゃないか、全然違うか。多分3月ぐらいかな、アメトークで本田圭佑さんの、圭佑本田芸人というのね、やってて、で、その動画をちょっと見まして、この阿部選手、というのも、がちょっと取り上げられたので一瞬、まあ気になってちょっと入れておきました。年齢も21歳、そしてレフトミッドフィルダーというとこなので、私のチームまだレフトミッドフィルダーってね、いい選手入ってないので、まあ将来ね、まあこの阿部選手、そして本田選手あたりでね、ライト、レフト、ちょっとやっていただけたらなっていうのを、ちょっと期待も込めて、ちょっと阿部選手ね、リストアップに加えさせていただきました。なんか本田選手のスクールに通ってたみたいな、阿部選手が。それで取り上げられてたのかな。まあそれもあって、ちょっとね、今回、本田選手、阿部選手というか、まあ阿部選手をね、リストアップに加えさせていただきましたよという形でございます。はい、ということでね、皆さん長くなってしまったんですが、本日もね、ぜひともお時間の限りお付き合いいただけたらなと思います。本日はですね、移籍期間終わらせます。はい、終わらせて、イタリアリーグ、スプレモネーゼまで行こうかな。23節までちょっと行けたらなと思いますので、皆さんぜひともお時間許す限りお付き合いよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、ちょっと試合中に、本日も、貴重なコメントを視聴者さんからいただきましたので、コメントをね、後ほど、お返ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ガイスラー選手がですね、私の、うちのチームのゴールキーパーですね。お、得点への期待、得点を取ってほしいね、キキアルカス選手、ぜひとも頑張ってほしい。メール来ております。さあ、お、来てるね、契約条項の変更を要求してきてる。なるほど、OK です。はい。これ多分ゴールキーパーの人かな。全然いいんだけどな、ゴールキーパーの人は取るつもりないかな。メリコフ選手に来てますね、移籍オファーが。本日付でガイスラー選手が退団ということで、頑張ってきてください。交渉見ていきましょう。まずはマイチーム。メリコフ選手に来てますが、今現状ちょっときついかな。あ、でもメリコフ選手も総合値67まで下がってきてしまいましたね。68だった気がするな。まあもう年齢もね、36歳独身なので、まあそろそろ結婚させてあげたいんですよ、メリコフさんにも。なので、ゴールキーパーも取ろうかなと思ったんですが、なんとかね、この若いね、プール選手、ブール選手、ちょっと成長してきてほしいなというところで、ございますね。はい。さあ、ちょっと見ていきましょう、交渉。お、
これはもう全然いい、全然いい。交渉中止します。ゴールキーパー今現状いらないので。はい、センターバックの選手、低めの契約解除金を要求している。次の移籍を狙っているのか。いや、いけるじゃん、定時年俸25万ユーロで。取ろうじゃ、交渉成立で。ということで、トニー選手、はい、獲得しましょう。よろしくお願いいたします。マウリシオ・トニ選手獲得、センターバック。やばいね、給与予算が、残り少なくなってきたね。14万ユーロしかなくなってきた。まあいいでしょう。さあ、センターバック補強でございます。で、このセンターバックね、新しい選手入ってきても、このアフメド・ホジッチ選手67なので、全然ここにね、もうスタメンとして使おうと思います。次回入ってきたらね、早速ですが使っていこうかなと思います。ではリーグ戦やっていきましょう。ゲームプラン確認。さあどうだ。ルカ・ジョルザ選手が調子悪いんですが、セイファート選手も調子悪いと。じゃあルカ・ジョルザ選手でいきます。はい、あとはどうかな。あとはいっか、ジャッキー・ライス選手が調子いいんですが、ミハイロフ選手もいいね。じゃあミハイロフ選手ちょっとセンターフォワード使っていこう。で、アシメル選手一旦ちょっと変えて、ジャッキー・ライス選手入れようか。うん、あとはいっかな。うん、いっかな。あー、今日ゴールキーパーちょっと新加入した。ちょっと使っていこうか。ヤンデブール選手。ちょっと使いましょう。総合値66なんですが。今後ね、オットメリコフ選手とかもちょっと、もう年なので、ちょっと今後に備えて、一回使ってみましょう。絶好調ということで。さあ、このメンバーでいきたいと思います。イエローブルー、キックオフだ。やっていきましょう。はい、ということでですね、早速ですが、視聴者さんからいただいた貴重なコメントを、ご紹介させていただけたらなと思います。本日はですね、シャープ17にて、コメントをいただきました。ザクロキオさん、またね、たびたびコメントいただき本当にありがとうございます。前回もですね、コメントいただきまして、今回もね、こういうように貴重なコメントをいただき本当にありがとうございます。早速ではございますが、ご紹介させていただきます。すいません、テストで結構溜め込んで見ていましたということで、ありがとうございます。テスト期間中にもかかわらずね、お忙しい中、見ていただいてありがとうございます。まあ1日ね、1投稿という感じでウィレーマスターリーグ出していこうかなと思ってますので、ね、テスト期間中とかかぶってしまうとなかなか、ちょっとね、私の動画1本が40分ぐらいになってしまって長くなってしまうんですけど、ありがとうございます。今回は前のコメント読んでいただきありがとうございますということでね、シャープ17の動画で、ザクロキオさんからのね、貴重なコメントをご紹介させていただきまして、こちらこそね、貴重なコメントありがとうございます。富安選手きついですね。まあ頑張って一部リーグに昇格し、富安選手獲得してくださいということで、まあ、富安選手ね、まだ若い選手ですし、今現状私のチームもね、センターバック欲してるので、ちょっと今後、クラブをね、強化して、まあ、強くなって、結果を求めてね、まあ、いい成績を残して冨安選手獲得していきたいと思います。まあ、次回ね、コッパイタリア準々決勝で、ボローニャね、冨安選手率いるボローニャと当たるので、まあ、そこでね、うちのチームが上だということをね、冨安選手に、知らしめたいと思います。あとボローニャにもね、知らしめたいと思います。はい。そういや、テストの間、ラジオ感覚で聞いてたとき、めっちゃ良かったです。おぉ、ありがとうございます。いや、本当ですか。それは嬉しいですね。なんか、ね、私、あんまり面白いことも言えてないし、ね、なんか、ラジオ感覚で聞くのはどうなんかなっていう感じはあるんですが、いやー、もうそう言ってもらえて光栄ですね。本当に。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。でもね、テスト勉強、集中してくださいね。はい。ラジオ感覚で私の放送してたらずっとうるさいからね。おっと、決めたー。いくまたキャスターダインせいじゃない今の。いや、ジャッキーライスか、ジャッキーライスだー。素晴らしい。今日ね、先発で、起用しました。調子いいというところで。ね、ちょっとセンターミッドフィルダーの新加入の選手、アシメル選手が入ってきたおかげで、ジャッキーライス選手はベンチになってしまったんですが、こうやってね、活躍されるとやっぱね、使いたくなりますよね。ちょっと今の見ていこう、リプレイ。めっちゃかっこよかったよ、今の。コメント返してる途中だったんですが、タイミング読めよって感じなんですけどね。いや、ちょっと今のね、すごいいいシュートでした。もう一回見ていきましょう。ここでね、パスして、キケアルカス、エースナンバー。キアルカスからジャッキーライス、ここ左足を振り抜くシュート、やはり気持ちいいですわですね、本当にね。ということで、 AC ミラン本日の動画最初の試合、先制点ジャッキーライス選手でございました。素晴らしい。ちょっとコメントが途中になってしまったんですけども、はい、いや本当にね、ラジオ感覚で聞いていただけるようなね、動画ではないんですが、まあ、そう言っていただけて本当にね、嬉しいでございます。ありがとうございます。次のハットトリック予想しながら次の試合見ますということで、ぜひぜひもう見てください。もうね、多分ね、この動画が上がってる時にはもうハットトリック達成してる選手がね、実はいらっしゃるんですが、まあぜひともね、はい、まあもうこの動画出てるから、そっか、もうハットトリック取った選手はゴイオス選手ですね。はい、ゴイオス選手が、まあ、ハットトリックを獲得してくれたというところでね、
ありがとうございます、テスト結構やばいです。テスト結構やばい、それはあれですね、ちょっとあのこの動画をラジオ感覚で見ない方がいいですねという形になるんですが、いやでも本当にね、こうやってラジオ感覚で聞いていただけるっていうのも本当に嬉しいので、うん、関係ない話ですいませんとか全然全然、もうもしよければね、あのザクロキオさんの得意教科とかね、苦手な教科をあの聞かせていただければと思います。あの私のこの動画収録中にいろいろね勉強できたらなと思いますので、テスト勉強も兼ねてね、問題を出していこうかな今後ねザクロキオさんのためにね。いやありがとうございます、本当にテスト近いにもかかわらずね、ありがとうございます。まあ私ね、あんまり頭良くないので、うん、テスト勉強というかテストをね、なんていうの、話題を出せるようなこともないんですが、本当に貴重なコメントをいただきありがとうございます、ね、毎回毎回ウイレのコメントはですね、本当にこうやってザクロキオさんもそうですが、あの白王子ファミリアメンバーのねスバルンとかも貴重なコメントをいただけるので、こういうコメントがある限りね、私本当にあの動画続けていこうかなと思っておりますので、皆さん今後ともねお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ということでコメント読んでおりましたが、読んでる最中に1点を取って前半戦1対0で折り返し、素晴らしい、頑張っていきましょう。さあ体力的には、うん、大丈夫そうですね。ではこのまま後半戦キックオフやっていこう。AC ミラン対 DI イエローブルー。さあもうね、2部リーグですが第21節って言ってたね、今ね21節、まあもう折り返しまで来てるかな、うん、もう折り返しまでは来てるので、まあ、いい形でね AC ミラン、あの2部リーグ折り返しで1位になってますかね、リーグ戦。しかもねコッパイタリアも準々決勝まで来れてるので、まあ次回ね強豪クラブボローニャとの戦いですが、まあぜひともね勝ちに行きたいと思います。まあそこ勝ってね、ユベントスさんとね勝負したいな、ユベントス来るかな準決勝なので、まあ本日ねリーグ戦なんですけども、次回かな、次回あのコッパイタリア準々決勝やっていけたらなと思っておりますので、皆さんぜひともねお付き合いよろしくお願いいたします。それまでにはねセンターバックも新加入の選手加わってるかな、移籍期間、まあ本日中には加わってるかさすがに、まあ移籍期間本日終わらせてっていうところではあるのでね。さあ60分経ったのでちょっとね交代枠を見ていきましょうか。ゲームプラン確認、うん、やっぱエグバードキャスルダイン選手がスタミナあんま多くないので、ここはウィリー・ハリントン選手とね2枚使っていきましょう今後ね。とりあえず1枚交換しましょう。さあエースナンバーキキアルカス、アルカスキャスルダイン、ちょっとねフルネームで読むとね私のね声が疲れちゃうんでね、今後ねフルネームで呼ばないことにします。キャスルダインとかアルカスとかね、小林選手とかね、そんな感じで呼んでいきたいと思います。さあアフメド・ホジッチ、いや長いんじゃ早速長いんじゃってね。さあミハイロフ今日ね絶好調で使ってますから、なんとか活躍してほしいんですが、さあ70分になったらもう一回見ていきましょう。どうしようかな、まあスタミナ的にはまだ大丈夫そうなのでこのまま行こうか。でもスパサブちょっと入れようかな、もう1点欲しいのでミハイロフ選手変えてスパサブハービー選手行きましょう。 OK、 もう1点ちょっと取りに行きたいですね。もう1点取りに行きたいんですが攻撃的な指示はしません、もうバランス的な指示でいきたいと思います。とりあえず点は取られないでほしいな、長いボール、なんとか勝ち点3をね取りたいと思うんですが。さあヘッティヒエ、さあここいよいよセンターバックの選手、さあミハイロフには OK 通っていくキャスルダイン、うん惜しい、ちょっと待って待って、えハードマークにミハイロフ選手がつきましたね。さあ80分経過というところでまだ交代枠が1枠も使えてないんですが、とりあえず一旦プレーを止めていただいてもよろしいでしょうか皆さん、誰に交代しようかな、ちょっと大越さん、あでもねサイドバックの選手今日調子良くないから、誰にしよう、じゃあまあヘッティ選手変えようか、まあ、グレイビル選手調子いいというところもあるのでグレイビル選手ちょっとディフェンスミッドフィルダーに入れておきましょう。これでとりあえず3枚使ったってことになるんですが、一旦プレー止まらない限りね交代できないですからね。さあミハイロフ、これは通らないか、さあなんとかとりあえずね一旦プレーを中断していただきたい。エグバードキャスルダイン、いやもうフルで呼んじゃってるよ、キャスルダインがちょっとね体力的に疲れてきてる、ちょっと交代させてあげて。さあミハイロフからキカルカス、ここは通らない。さあもう残り2分ですね、これ交代1枚も使えずに終わるぞこれ、このままだと、おい頼むぜ一旦ボールを出してけ、しかもロスタイムも0分終わりやないかいはい、ということで、本日の動画のね1試合目は1対0でミラン勝利でございます。ありがとうございます、イエローブルーに勝利、
お、結局前半のゴールが決勝点。オッケー、ジャッキーライス。いや、今日ジャッキーライス選手ね、絶好調で使ってよかったですね。ライス選手、ライス選手、ジャッキーじゃなかった。フルネームで呼ぶんじゃない、ライスだよ俺は。はい、ということで第21節無事にミラン勝利で勝ち点3でございます。いいよいいよ、この感じでちょっとねリーグ制覇したいね。まあ最初の目標ではね、とりあえず13位、まあ中位以上っていうところだったんですけど、まあいい形で来れてるのでね。さあ移籍期間最終日でございます。お、来ましたね、センターバックの選手見ていきましょう。未所属の選手でね、総合値も高くて、若い選手なので、もう早速スタメンに使ってねやっていきたいと思います。まあね、センターバックの控えの選手がね、もう結構年齢いってると思わなかったので、ちょっとね今後のことも考えて、ちょっと若いね選手を獲得してというところですね。ミラファンの皆様、マウリシオトニです。今日から共に歩んでいきましょう。それではスタジアムでの大きな声援を期待してますということで、すげえカミカミだったけど大丈夫か俺。頼むよ、頼むよ、センターバック趣味の要。さあということで、ミラン連勝を伸ばす、マウリシオ・トニがチームに合流。これからトニって呼ぶね、君のことは。小林祐希選手に移籍の噂、なんとキャプテンは許さん、許さんよ。はい、キキアルカス選手の、お、ニックネームがゴールマッキーナ。マッキーナどういうこと？マッキー、マッキー、あれマジックのマッキー。ゴヨス選手に交渉が来てますが出せません。はい、ということでチーム運営見ていきましょう。交渉来てます。まあ、1チーム、新加入の選手、そしてゴイオス選手はちょっと出せませんね、交渉中止。はい、そして、センターバック、総合値71の選手来てくれました、トニ選手ですね。あ、顔写真 顔写真だねこれね、トニ選手。いいやいいや、初顔写真の選手来ましたね、うちのチーム。多分、ね、小林選手とかもこれ顔写真じゃないですもんね、ゲームの写真。あ、小林選手も顔写真や、いいね。オッケー、トニー選手、早速使っていきましょうよ。ゲームプラン。アクメド・ホジッチ選手変えて、まあ、エリクソン選手、ちょっと自宅待機にしようかな、じゃあ。エリクソン選手、自宅待機にして、で、もうエリクソン選手は、あ、でも、出すのはちょっとまだな、考えたいので、うん、こんな感じでちょっといきましょうか。あ、いいね、センターバックの総合値がどっちとも71になりましたね。しかもね、若いからね、2人とも24歳、22歳と。で、アフメド・ホジッチ選手も若いですからね、まだ21歳か。うん、いいんじゃないでしょうか。ちなみにスキルはどんな感じかな。トニー選手はマンマーク、アクロバティッククリア。オッケーオッケーオッケー。よし、センターバックがいい感じに70超えましたね。ディフェンスラインもみんな70近くなったので、いい形でしょう。素晴らしいですね。この調子でちょっと頑張っていきましょうか。しかも顔写真ってなんかいいね。うん、顔写真は素晴らしい。よし、では、2試合目早速やっていきましょうか。前にあれか、移籍のやつがあるんか。うん、じゃあちょっと1時間進めて、見ていきましょう。まあ、誰かしらにね、もしかしたらね、移籍交渉来る可能性もあるので。だから成績を残せるジャッキー・ライス。このチームでスタメンでプレーを続けることは本当に大変なんだ。だからこそこのチームは結果を残せるんだと思うよ。素晴らしい。小林祐希選手、移籍を否定。うん、来てないです。大丈夫です。来たとしても出せません。はい。今現状必要な選手です。中村浩介選手のオファー、マジか、それも出せません。無理です。はい。交渉、決裂ですね。中村選手は今出せません。守護神です。交渉中止。OK。で、スキルとかも今現状やってるよね、まだね。うん、まだやってるね、キキアルカス選手。さあ、1時間進めていきましょう。あとどうだろうな、センターフォワードとか取ってもいいんですけど、今現状ね、やっぱ給与さんがね、圧倒的に足りないんですよね。14万7000ユーロしかないので、まあ今回の冬の移籍はこんな感じで終わりかな。まあでも、ね、ディフェンスラインもしっかり揃ってきましたし、中盤もね、70超えてる選手しっかり揃ってるので、まあ次獲得したらゴイオス選手に代わるセンターフォワードの選手をちょっと一人取りたいなというところではあるんですが、まあ今現状ちょっと給与さんも厳しいので、まあ今回は、今回の 冬のね、移籍市場はここまでになるかな。あとは誰かオファーが来たらってとこですね。ニュロップ・カールセン選手、あ、まあ全然出してもいいよ、カールセン選手。中村選手めっちゃ来るね、オファー。ニュロップ・カールセン選手、全然使ってないんでね、今レフトウィングっていう位置使ってないんですよね。これは無理です。はい、中村選手は無理です。来たとしても絶対無理です、今。うん、ニュロップ、カールセン選手全然出すな。
レフトウィングね、今現状やっぱ使ってないので、フォーメーション的に。まあ23歳と総合値68、まあ高い選手ではあるんですけど、まあちょっと市場評価額に近ければ出すんですが、全然低いね。もうちょい上げてくれよ、最高賞。もうちょい上げてくれるんだったらいいよ。そっか、契約解除金があるんか。そしたらじゃあこれでどうだ、マックス。契約解除金までいかないぐらいのマックスどうだ。134万2000ユーロ。これだったらいいだろう。これだったらやる。さあどうだ？残り5時間。さあ、またなんか来てるよ。ニューロップカールセン、さらなる向上期を求め、もういける？いいよいいよ、出す出す。中村選手めっちゃ来るな、オファー。全然あげますよ。ということで、ニューロップカールセン選手、これは交渉中止ですね。ダメです。出しません。日本のチームから来てましたね、今ね。ということで、カールセン選手出しましょう。OK。まあ、彼は移籍先を探すため契約の更新を保留してしまったっていうのもあったので、これはね、全然行ってきてください。カールセン選手。ありがとう。一回もつかんかったけど。OK。とりあえず、9万7000ユーロ増えました。ありがとうございます。さあ、まあ、このお金でちょっとセンターフォワード取るっていうのもありなんですけど、まあ、いっかな、現状は。24万4000ユーロ。まあ、いいでしょう。いっかな、別に。センターフォワード。まあ、いいでしょう。この選手取ろうと思ったのか。未所属の。センターフォワード72。総合値。ちなみに、移籍交渉するとしたら年俸は？40万か。まあ、最低でも20万ユーロか。ちょっと残しときたいですね。まあ、いいや。今回は、これで終わりにしましょう。で、取った選手リストアップからちょっと削除しときたい。誰だっけ？この選手か。この選手取ったので、リストアップ削除。OK。で、いいかな。ということで、冬の移籍市場は、あと残りは、自チームのマイチームの選手が来たら、ちょっと見ていきましょう。来ないね。ということで、今回の冬の移籍市場はこれで終わります。終わります。終了。ということでね、この新チームで、コッパイタリア準々決勝を戦っていくわけなんですけども、そしてリーグ戦も続いていきますので、まずはね、リーグ戦優勝、そしてコッパイタリアね、いいとこまで行けるように頑張っていきたいと思います。移籍市場が終了ということですね。マンチェスターユナイテッドにね、誰か、移動したの？わかんない。ということで、メール見ていきましょう。月間ベストイレブンに選ばれました。ちょっと見ていきます、後で。中村選手も総合値74乗りましたね。メリコフが67に落ちてしまいましたと。頑張っていきたいですね。さあ、2月はね、コッパイタリア準々決勝、ボローニャとの試合があります。頑張っていきましょう。月間ベストイレブン確認します。データベース、個人タイトル。データベース、個人タイトルからの月間ベストイレブン。OK。ということで、うちのチームからは、アルカス選手、ゴイオス選手、キャッスルダイン選手、ライス選手、アフメド・ホジッチ選手が選ばれましたと。素晴らしい。AC ミランから5名の選手がですね、月間ベストイレブン1月選出でございます。素晴らしい。さあ、じゃあちょっと移籍市場終わったので、移籍市場情報を見ていきましょう。こんな感じですね。こんな感じで移動しておりますと。総合値81の選手がマンチェスターユナイテッド、コロナ選手移動してますね。マヌエル・コロナ選手。なるほど。レンタル移籍とかもね、結構ありますね。まあ、レンタルとかでもいいのかな。本田選手とかどうなんだろう。レンタル無理かな。誰かしら今後ちょっとレンタルも考えていこうかな。バルサから誰か移籍してますね。なんかレンタル選手とかもね、取っていきたいですね。レンタルの場合は多分移籍金のみでいけるっぽいので、なんかすごい選手獲得してる。総合値82、年齢27歳のアルカセル選手、マンチェスターユナイテッド獲得してますね。いいね、いいね。こうやって見るのも楽しいですね。まあ、有名な選手がいないと私わかんないですけど、まあ、あんまサッカー詳しくないんで、アントニー選手っていう人がバルサから移籍してますね。ちょっとあんまわかんないんで申し訳ございません、皆さん。あとはどうだろう。結構なんか多いですね、やっぱね。移籍になると。あとはもう見たかな？トーレス選手とか見たな。オッケー。クアドラード選手とか見たね、前回ね。オッケー。ということで、じゃあこんな感じでございます。ちなみにレンタルとかだとどうなんだろう。ちょっと一旦、なんか本田選手とか、やってみましょうか。レンタル。1年間レンタル移籍申し込む。移籍金だけかかるんだ。なるほどね。買い取りオプションの時は、移籍金が、年俸とか買い取り時こんな感じだね。でも現状は無理だと。チームにとって必要な選手を手放すことに難色を示していると。なるほど。まあ一応なんか今後レンタルとかもちょっと考えていきましょうか。大迫選手とかどうよ。
大迫選手とか移籍交渉しかできないんか。そっか。レンタルできんか。まあまあいいでしょう。なるほどね。そっかそっか。ちなみに、この選手とかは無理か。レンタルは。その他にいるチームは無理なのかな？多分。チームその他は無理っぽいですね。ちなみにクリスティアーノ・ロナウド選手とかどう？クラブ規模の差から足元に見られてる。あ、そりゃそうか。無理よね。了解いたしました。OK です。ではね、とりあえずこのチームで、頑張っていきたいなと思います。センターバックにね、新しい選手加わりましたので。さあ、ルカ・ジョルザちゃん。ジョルザ選手がちょっと調子悪いね。ということで、ライトサイドバック、セイファート選手入れましょう。あとはジャッキー・ライス選手が調子いいけど、まあいいかな。ハービー選手もスパサーブ。今日はじゃあこれでいこうかな。まあ、前回ね、ちょっと使ったね、ヤンデプール選手か。ちょっと全然ね、なかったですけどね、シュート打たれる場面が。よし、じゃあ今日はこの試合、こんなメンバーで2試合目いきましょう。頑張っていきましょう。さあ、新チームで迎えるリーグ戦、初戦、頑張っていきたいと思います。とりあえずね、本日はね、まあ、センターバックの、選手を、若い選手を獲得いたしまして。まあ、今後ね、守備大事になってくると思うんでね、やっぱ格上相手になってくるとね。このゲームの解説でおは、なじみ、元リー日グ本代戦、表まあ、の本日藤田2戦目でござ一いまさんです。す。やっどうていきぞましよろょしくお願いいたします。よろしくお願勝つよ、いし勝まつす。よ。新チームで迎える初戦ですさあ、からゲーね。ム開始です。リーまあダーがね、1人、まあ、第前2戦、線2節。と、まあ、中盤こはの全序く変盤、わってゲーないムんで入すっよたね、とし選て手は、としては。相手よりも先にまあ、セ主ンター導バッ権をクに握1り人出新すしい選ね。手そがうです今ね、日のそ動こ画がで重加要わっですたね。ぐらいそなんので。ためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね。まあ、前線の2人に関してはまず元はか序らい盤たです。選手ですね。はい。で、キャッスルダイン選手も元からいて、で、小林選手とアシメル選手に関しては、新加入したと。中盤の選手ですね。小林で、さヘッん、ティキ選手も元からいた選手。で、ディフェンスに関しては、ルカ・ジョルザ選手以外、全員、大まきあ、く新しく獲得縦へ。したっていう選手になりますかね。で小もまあ、林。どうなんだろう。結構ね、いいバランスなんじゃないでしょうかね。元からいた選手たちと、来ましまあ、た新しよ。く加わった選手たちみたいな感じで。お、エクバドキャストライン？あ、フルで呼んじゃったよ。なんかフルで呼ぶのはちょっと疲れちミゃうかラな。ン、今日ここ5ミ試合、ドルネーまムたみたい1な点感をじで挙呼んげでいてこいるうよ。チームとの対戦となりまで、す。ゴこールのキーバックパー、ホーム中力村は選手脅威ね。に違いありませってん。感じなので。長いボール縦まあ、になりまんとす。かね、中村選手には残ってほしいんだよな。まあ、今ちょっとね、契約延長交渉しても、ここで丁ね、寧に今コンはトうロまール。くいかないので、ちょっとね、他のチームを長移いボール籍を送り先まを考す。えてるらしいのでね、中村選手は。なんとかね、ちょっと、組みクラブ立ての直希しま望をす。上げて、中村選手に残ってもらってね、あとは冨安選手とかも獲得できるように、縦にボールを送る。今ね、現時点で、やっぱりね、クラブ規模を下に見られてますからね、いや、2部リーグですしね、本当に一新しキャたッスルダイン長い AC ミラ唯ンって感じ一ですかのボね。ール。誰も知らんわ、こ選の位手っ置てでボールね、を蹴らす。AC ミランサポーターからしたら。っていうチームから中始村まった来わシけーですズン。から、2部リーグ、まずね、頑張っていきたいと思います。来シーズン、1部に昇格できるように。序盤はさあ、い硬いよい試合よ、展開を見アシせメてルる選なという手、印象ですよ新加入のね。選手。両チームともまだシュートまでいけてさあ、まなんせとんからかね。点ど取ってちほらしいが先ね。に仕掛けていくのか注目したいです攻めてね。はいるんですが、まあ、向こうもでもね、攻撃的な指示をしているので、なんとかね、取ってほしいなというとさあころであ右るんですへ預か。けさあ、て。ここはセーファーと。ここは間合いを取る。上げ上がる。て、キカルカスには惜しい、合わキーないパー直か。接まあ処まあ理しまましあまあ、た。仕方ない。さあ、ちょっとね、前半に点を取れないってなると、後半はね、まあ、攻撃的な戦術指示をしていきたいなと思います。さあ、小林さんには、さあ、こう守ってね、守ってね、負けるわけにいかないよ。まあ、前回の動キャッ画スでルダね、イン。リーグ戦初の敗戦を喫してしま縦いへまのしたボので、ール。AC ミラン、まあ、逆にね、ここまでね、こ負けのなボかっールたはのカッがトすしごていまよ。す。裏すのごスいとペー思う。スを狙う。コッパイタリアのどうね、こカッれプは戦決とめかれもま踏すまえね。て、負けなかったってのがすごいと思いますね。いや、でもコッパイタリアね、まあ、優ダ勝ブルまダでブとはル多分いけ縦ないと思横。うんですけど、なんとかね、まあ、ユベントス、のとこまで行きたいな。準決勝まで行ければユベントス相手にね、戦うチャンスがあるので、まずは次回ね、次回の動画で、ボローニャ、冨安選手率いるボローニャとの対決でね、いい結果を丁残寧しに足て、元を使準う。決勝に上がりたいなと思います。そのためには、この新チームで迎えるこリーぼグれて戦、ルーズボール。大事にしていこここで長いう。押ということし。で、前半これも0キック対で10で点。折り返しでございま前す。半0対0。ということでね、0対0で迎えたということ吉は、田さん、まあ、私、前半引き序分け盤がはね、ど一の番面ゲーム白く展ないと開思っになてりるまのすか。で、リーもうグここ戦はは攻めここます。までで攻ま撃だ的な新指示チャをン行きスまをしょ作れてませんう。はい。よあ、ね。そうだ、プレイヤー設定一しなかっ点たね、取れない新しとく入ってきた選手チーもム踏まえのて。雰囲気を変えるという意そうだっ味でた、そうはだった。そあ、ういっあたこと、と背も必番号要にもあなっれてきますだ。ね。新しい選手入ってきたから、ちょっと次回、イタリアまビッグたリーグ移籍市第場になん22ないと節。背番号できないんですけど、両チームスコアレ背スで番折号りちょっと返し変えまます。す。
次回ね。はい。ということで、キャプテンは小林さん。うん、大丈夫そうかな。攻撃参加で言うと、あ、そうですね。ベア選手のが攻撃78と高いので、このままでいこうか。OK! では後半、攻撃的戦術、攻撃的指示でいきたいと思います。さあ、頼むよ。後半スタート。さあ、赤のバーがね、上に上がりましたね。なんとか点取りたい。さあ、これチャンスだ。キキャルカス。うん、惜しい。いいキーパーの飛び出しでした。相手ながら褒めてあげよう。さあ60分になったらちょっと交代枠を使ってという感じなんですけど、まあキャッスルライン選手はね、もう本当に基本的には交代かな。スタミナがあんまりない選手なんで、まあ、ウィリー・ハリントン選手もいい選手なんで。さあどうだ、これオフサイドない。アルカス、アルカス、アルカス。まあまあまあ、でもいい1本目ですね。本日初のシュートでございましたね。でも今のも素晴らしかったよ。いいクロスでした。そして小林選手のスルーパスからアルカス選手という、ね、形でしたが、まあ、いい形でシュート1本目という感じですね。さあなんとか先制点取りたいね。勝ちたいところですが、あ、これやばいよ。飛び出してキーパー OK。 ナイス中村選手。さあアルカス選手、うん、ゴヨス、ゴヨス選手、お、いいね、ゴヨス選手。ここでアルカスに、あー通らないか。アルカス取れ。長いボール縦。さあ60分経ったのでちょっと交代枠使っていきましょうか。やっぱねキャッスルダイン選手はもう1枚目に交代やな。ウィリー・ハリントン、とりあえずウィリー・ハリントンでいいかな。一旦ウィリー・ハリントン選手入れて、ミランがさあなんとかね勝ちたいですね。勝ち点3を好調な印象を受けます。取りたいところですが、スルーパスを狙う。さあベア選手、センターバック、守備の要、要よ。オッケー、ナイス。よく抑えた。今の痛いだろうな、めちゃくちゃ痛いだろうな、今の。さあ、ゴイオス選手からキャスルダイン、キキアルカス、このね、三角関係、アシメル空いてるよ、オッケー。アシメルに預けて、キャスルダイン、どうだ、キーパー出てこない、キャスルダイン、キャスルダイン、ナイス。まあ、このねシュートであの交代するわけなんですけど、キャスルダイン選手、オッケー。いや最近ねこのオフェンスミッドフィルダーのキャスルダイン選手がいい活躍をしてくれてるんですよね。しかも20歳と若い選手なので、本当に今後に期待。よく決めた1対1、利き足ですね。おお、そっちに出るんだ、素晴らしい。いやよく決めたキャスルダイン。でここでねウィリー・ハリントン選手に変わると、ナイスだーっつってるね。よくやったキャスルダインっつってね、サポーターはお疲れ。さあウィリー・ハリントン選手頼めよ。さあ70分になったのでもう1枚ちょっと使おうかな、交代枠。ちょうどプレーも止まったんで、あーセファート選手があれだね。そしたらどうしようかな、うーん、絶不調だけどルカ・ジョルダ選手入れようか、とりあえずね。 OK、 とりあえずルカ・ジョルダ選手入れます。で一点取ったんで、とりあえずバランス的な指示をね、一旦しましょう。セーファートに代わってルカ・ジョルザ入ります。ルカ・ジョルザ1点入りますということでね、バランス指示でいきたいと思います。先制しています。さあもう1点欲しいところですね。ここね、サーシメル選手、ウィリー・ハリントンか、うん、ハリントン、ハリントンからキキアルカスにオフサイドない。アルカス、ゴヨスもいるよ中に。ゴヨスに合わせて、あー惜しい。ゴヨス、ゴヨス、ゴヨス、オッケー。何があった今ゴール前で。オウンゴールか。いや、オウンゴール今ゴイヤスの得点でよくない？オンゴールですか。ちょっとリプレイ見ていこう。ここで、いやこのねパスも素晴らしかったですね。アシメル選手からアルカス、アルカスからゴイヨス、ゴイヨス、え、オンゴールか今の。ゴイヨス選手の得点でいいんじゃないか。まあそこは仕方ない、うん、オンゴールということですね。じゃということで3枚目もどうしようかな、使おうかな。いや、エースナンバーが落ちたね。さあ残り時間は75分か、ちょっと待とうかね。さあ今のね得点も大きいですね。これでちょっと勝利に近づいたんじゃないでしょうか。さあ残り1枚の交代枠は80分になったらちょっと見ていきましょう。さあ残り1枚、どこで使おうかな。スタミナがない選手は、うーん、どうしようかな、中盤変えようかな。まあ、でもハービー選手今日調子いいので使いたいんですが、ハービー選手使おうか。スパサブハービー選手、ちょっとゴイオス選手に変えてハービー選手入れましょう。
ちょっとね、中盤のアシメル選手、小林選手あたり変えたかったんですけど、うん、まあいいでしょう。ちょっと今日スパサーブハービー選手、まあでも2点取ってるからな、中盤固めてもよかったんですけど、ちょっとなんか個人的にハービー選手使いたいというのがあったんで、ここはね、ちょっともう1点をね、取りに行ってっていう感じですね。さあコーナーキック、ゴイオス選手に代わってハービー選手がセンターフォワードに入りますと。さあなんとか無得点で抑えたいよ、気をつけて守っていこう、守っていこう、まあ、向こうはね攻撃的な指示をしておりますから、戦術ですから、なんとか抑えてほしい。ナイス中村選手、いいね、まあ、これがあるとやっぱね中村選手ちょっとね守護神としてうちのね残ってほしいよね。こう見るとやっぱ日本人ゴールキーパーっていいですよね、頑張ってほしい。よく抑えた。さあ残り時間も少ないですがコーナーキック、なんとか抑えてほしいね。新チームで迎える初戦なわけですから。オッケーオッケーオッケー、ナイスクリア、クリアかな、うん、クリアっぽいですね。またコーナーか、コーナーめっちゃ続くな。さあ3本目のコーナーキック、なんとか抑えてくれ。オッケー、中村選手よくパンチングした。さあカウンターカウンター、うーん、セカンドボールが取れない。ロスタイム6分もあんの、長いよ、そんな長いロスタイム、そんな長いですかってね、なんかあったかみたいな。落ち着いて取りたいね、ボールなかなか取れないね。オッケーオッケー、クリアクリア。さあラストワンプレーになりそうですね。ロスタイム残り1分、もう終わったね、ロスタイム。審判、ロスタイム終わってるよ、もう審判もうロスタイムあれよ。おあ、ロングスロー入れてくるね、ロングスロー入れてきましたが、中村選手のパンチング、ここでコーナーキック、あまたコーナーキックやな。いや審判もうあれよ、ロスタイム終わってるよ。ちょっとラストワンプレー、ラストワンプレーにしたら長くない、取れ、オッケー、ナイスクリア。危ない危ない、終わりでしょ、うん、さすがに終わってよ、そこはね。ということで本日の2戦目、2対0ということで AC ミラン勝利でございます。キャスルダイン選手のね、ゴールも素晴らしかったですね。そして2得点目はオウンゴールでという形でございました。 OK、 とりあえずね、新チームで迎える初戦勝利することができました、ありがとうございます。ナイスナイス、第22節2対 0AC ミラン勝利、勝ち点3獲得、素晴らしい。さあ本日の動画最後でございます。ちょっとね動画としてはすごく長くなってしまったんですが、スプレーモネーゼ戦やっていきたいと思います。ちょっとね動画時間長くなってしまったな、申し訳ございません皆さん。さあちょっと調子悪い選手変えよう、ここバシリ選手入れようかな。じゃあ今日はちなみにもう一人のセンターバックの選手、エリクソン選手普通か、じゃあ一応入れていきましょう。あーゴイオス選手も調子悪いので、そしたらミハイロフ選手今日入れといてって感じですかね。じゃあキレイス選手も調子いいけどいいかな。メリコフ選手ちょっと今日調子いいんで、コウスケ選手、中村選手に代わってメリコフ行きましょう。36歳独身メリコフ行きましょう。ということで本日最後の、リーグ戦やっていきたいと思います。さあメリコフ頼むよ。まあメリコフ選手もね、そろそろもう36歳独身ということでね、多分引退されて、という形にもなってくるかな。今シーズンがラストかな、どうだろう。来シーズンまで残ってほしいんですが、来シーズンね1部リーグ上がってね、まあでも2部リーグ逆にね優勝して、まあ、来年1部リーグ上がるっていう引退もねかっこいいかなと思いますよね、まあ、チームをね優勝に導いて、そして1部リーグに導いて引退するっていうのもかっこいいですよね。このゲームの舞台は AC ミランのホーム。さあ本日の最後の試合、おキアルカスに、ああ惜しい。いやキャッスルナイン選手いいですね、スルーパスアルカス選手には飛んなかったですが、さあジョルザ、さあなんとかこの試合勝つよ。まあ、次ねコッパイタリア準々決勝待ってるんで、いい形でね準々決勝に挑みたいなと思うので、この試合しっかり勝っていい形でカップ戦に挑みましょう。さあなんかすごいカメラアングルだったけど、今ボールどこにあるんだっていうカメラアングルだったけど大丈夫か。さあジョルザ、そうですね、まあ、スタメンですよジョルザさん、まあ、トップがサイドに開いた、いや結構攻められてる、おいいねヘッティ、はい、ヘッティヘッティ、その後うーんファールか、この位置でファールはちょっと痛いね。おなんか来てるよ、大丈夫、カードもらわないでね。あ、OKOK、大丈夫大丈夫、気をつけろよっつって、はい気をつけます。
さあこの位置直接狙ってきそうだな。さあ中村選手止めてほしい。注意だけでしたね。直接じゃない。おーラッキーラッキーラッキー、まあ、今の位置だったらね全然直接狙ってもというところだったんですが、あミハイロフ選手ここでファールがありました。オッケー、ファールファール、ラッキー。アルカス、さあ早めのスタート。右サイド足見る選手、足見る選手から小林選手に、小林選手、あー惜しい、ボスト逆足あったね今ね。小林選手左利きやからな、逆足右足でしたがポストか。でも今良かったですね、アシメル選手のスルーパスも。さあなんとか先制点をというところですが、ここまでホーム戦はまだ負けがありません。地元での強さが光っています。いいよヘッティヒエ小林、まあ、今現状ねキャプテンは小林選手にうちの AC ミラン任してますから。お、いいねミハルフ、キケアルカス、あーこう通んないか。このパスを防ぎます。今ね多分ね日本中のスポーツニュースはこの AC ミランで結構取り上げられてますからね。やっぱ日本人選手多いですからうちのチームね。ゴールキーパー中村選手、サイドバック大越選手、ミッドフィルダー小林選手とね日本人選手多いチームなので、しかもねコッパイタリアもねいいとこまで残ってますから、日本中注目のチームですよ。さあ先制点欲しいね。これは通らないか。さあなんとかいい形でねコッパイタリア準々決勝に行きたいわけなんですが、なんとか勝ち点3取りたいですね。このままでいくとね後半始まってすぐ攻撃的指示をしなくてはいけないので、さあどうだ、チャンスよ。厳しいか。さあ小林選手、キャスライン、もう一つ前にミハイロフ、アルカス、あー惜しいか。クリア、まだある、アシメル、あー惜しい。あーということで前半0対0での折り返しという形になりました。まあまあまあでもいい形でねシュートは打ててるので、後半戦頑張っていきましょう。後半戦ね初っ端もう、攻撃的な指示でいきたいと思います。なんとか先制点取りましょう。さあスプレモネーゼ、スプレモネーゼは現時点でリーグ戦2位にいたかな、首位攻防戦という感じなので天王山っていうのかな、こういうのって。なんとかねちょっと勝ち点3取って2位のこのスプレモネーゼとの差を広げていきたいところなんですが、さすが2位っていうチームですね。オッケーナイス。さあこチャンスよ、カウンターカウンター、アシメル、アシメルかな、取られるな、あー簡単に取られちゃうな。さすがですね相手チームもこの試合やっぱ負けられないっていう思いがあるんでしょうね。さあなんとかオッケーナイス、小林選手、小林選手からする、いいよこれはミハイロフニャ、通らないか。さあ60分になるのでちょっとここでね一旦交代枠を使っていきましょう。ここねミハイロフ選手変えましょう。ちょっとスパサバハービー選手今日調子いいので得点を取りに行きたい。さらにオフェンスミッドフィルダーキャスルナイン選手スタミナあれなんでハリントン入れましょう。ここでちょっとね先制点を取りに行きたい。なんとかさあ落ち着いて落ち着いて、まあ、チームスピリットもね70近くはなってきたので、まあ、準々決勝70近い状態でまあ挑めるっていうのもちょっと大きいんじゃないでしょうかね。まあ、準決勝ね、まあ、ユベントスと当たる可能性もあるのでそこまでには、チームスピリットっていうところ80ぐらいまで上げたいなとは思うんですが、どれぐらい上がっていくか分かんないですからね今後ね。いよいよ、あーやばいこれピンチャーヘティヒやばいね、ここ気をつけて、そこ気をつけて、大越さん、大越選手、メリコフ、メリコフいるんです、ここに36歳独身メリコフが。素晴らしい、よく止めたメリコフ、今日スタメンで使ってよかったよメリコフ。もう最後の試合になるかもしれないけどメリコフにとってはよく止めた。まあ、メリコフ選手もね総合値がもうちょっと下がってきているのでちょっとなんとかね。さあミハイロフに代わってスパサブハービー選手、そしてキャスルナインに代わってハリントン選手入れておきます。入れたんでここでちょっと点取ってほしいですね、2枚替え。なんとかヘッティヒ、オッケーカウンター、ヘッティヒからアルカス、アルカスからハービー、オッケー完璧、ハービー、ハービー1対1よ、1対1決めろよスパサバハービー、頼むよ1対1だよ、ナイスハービー。
素晴らしい、さすがスパサブハービー、俺だ俺だ俺だ、俺がスパサブや、ナイス、いいねいいね、あのスルーパスも良かったですね。ちょっとリプレイ見ていきましょう。素晴らしい、コッパイタリア準々決勝前にしての最後の試合、リーグ戦後半77分、このねアルカス選手のスルーパス良かった。でハービー選手が抜け出して飛び出して1対1をしっかりと決めていく、ナイス、素晴らしい。さあ一旦じゃあね、ちょっと1点取ったので攻撃的指示をやめてバランス指示でいきたいと思います。素晴らしい。さあ80分になったのでちょっともう1枚交代枠使っていきましょう。さあどうだスタミナ的には、大越選手とルカ・ジョルダ選手があれだな、体力的にあかんのでサイドバック今日はね、じゃあコールフィールド選手使おうか、レフトサイドバックにちょっと大越選手下げていきましょう。いやちょっとルカ・ジョルダ選手のとこ怖いけどなんとか耐えてほしい。勝とう勝とう、残りね10分なんで、サイドバックがちょっとね体力が危ないですが、ハービー選手キープして、ファールファール、オッケーオッケー、この位置からさあリスタート、リスタートにしたら良くないリスタートだったね今ね、相手に当たってた感じで今ね。さあなんとかこの1点を守り抜きたいところですが、守備的な戦術はしません。私はもう1点取る勢いです。さあウィリー・ハリントンから、これはどうだ、取んないか。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。さあちょっと最後の交代枠も使いたいんですが、このスタミナ2分、ちょっとねサイドバックの2人がもうスタミナがないのでなんとかねちょっと怖いとこなんでね。ナイス小林選手、もう終わりじゃない、もう終わるでしょ、 OK。 ということで本日最後の試合スプレモネーゼ戦1対0でシミラン勝利でございます。途中交代スパサブハービー選手がね、まあ、貴重な1点を入れて8点3、ありがとうございます。スプレモネーゼ確か2位だったチームなんでね、 OK。 第23節勝利、アスプレモネーズこれでこの試合をきっかけに3位に下がってしまいましたが、オッケーオッケーオッケー、やっぱライバルチームでありましたのでこの勝ち点3は大きいでしょう。向こうにね勝ち点を取らせなかったっていうのも大きいですね。さあ次回ですね、冨安選手率いるボローニャとのカップ戦、コッパイタリア準々決勝をやっていきたいと思います。頑張っていきましょう。その前にメールが来てます、最後見ていきます。スカウト結果、まあ、優秀な選手じゃないんでいいかな、メリコフ選手に移籍が来てます、移籍というか交渉来てます。お、アルカス選手に、オッケーオッケー、じゃあスキルちょっと最後に設定して終わりましょう。スカウティング、まあ、とりあえず若い選手がいなければって感じかな。25歳のセンターバックの選手、まあ73、この選手はまあいいかもしれないけど、まあ、今現在ねセンターバックの選手いるんでね、この選手とってもよかったな、25歳、キャプテンシーもあるしね、チームロール、ムードメーカーレベル2も持ってるのでちょっとこの選手考えようかな、とってもいいな。あとこの26歳のセンターフォワードの選手もねいいかなと思ってたんですけど、まあ今後ちょっとスカウトもしっかりスカウティング見ていきましょう。さあメリコフ選手はちょっと現状今ね出せないですね、もううちの大事な選手なんで、うちのチームでしっかり引退してほしいですね。そしてスキル最後に設定して終わります。今日ちょっとめちゃくちゃ動画長くなってしまったんですけど皆さん申し訳ございません。ミハイロフ選手は途中交代で出る選手だから何でしょうかな、センターバックの選手、あ、アシメル選手、アシメル選手が覚えられるんですよね。でまずセンターミッドフィルダーのアシメル選手にマリーシャというねスキルを覚えさせていきたいと思います。はい、ということで皆さん本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。次回ねコッパイタリア準々決勝、冨安選手率いるボローニャとの試合でございます。まあここ勝てばね、準決勝ユベントスとも当たる可能性ありますので、次回ちょっと頑張ってね、やっていきたいと思いますので、皆さん次回の動画も楽しみにお待ちいただけたらと思います。ということで皆さん本日も長々とね、動画ちょっと一番最高記録じゃないこの動画めっちゃ長くなってしまったんですけども、ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ初見で来ていただいた方はチャンネル登録、いつも来ていただいている方は高評価コメントいただければ私の動画のモチベーションにもつながりますのでお手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。概要欄に私の Twitter のリンク、他の配信アプリのリンクや LINE グループ白王子ファミリアについての詳細なども載っております。お時間ある時に目を通していただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。ということでまた次回のウィレー2020マスターリーグでお会いしましょう。またな、お疲れ様でした、ありがとうございました。